今日の台所錦市場でお買い物をプロのおすすめ。今回はプロ中のプロです。鮮魚の魚吉さんに伺いました。大将にお話を伺います。こんにちは。こんにちは。はい、座ってはるんですね、はい、お話は、ご主人の杉井美希夫さんに伺います。はい、はい、まずこう大吉さんなんですけども、どういうポリシーのお店でしょうか。まあ、ポリシーは、はい、一応天然の天然もの、はい、まあそれがしたいね。はい、だから、まあ、一応養殖も扱わないように。ありがたいですね。はい、体にもお味が違いますね。全然違います。やっぱりね、はいはい、さあ、もう暑くなってまいりましたが、はい、どんなお魚が美味しいんでしょうか。まあ、ちょっと今は立ってお話を伺えるとありがたいんですが、ハモとかね、ハモ、はい、ハモ一雨ごとに味が増すとよく言いますけれども、はい、今年雨がちょっと少ないですね。少ないし、はい、お味大雨やし、量的にものすごく変動があって、はい、ね、取れないとかそういう感じはするね。はい、お味はどうでしょう。あのいいですよ。そうですか。はい、はい、やっぱ暑い時は暑いから、今スズキとかね。はい、はい、そうですか。はい、はい、あのこのハモなんですけども、はい、こういうのを選んだらいいという何かアドバイスありますでしょうか。大きさもいろいろありますね。だいたい400-500ぐらいなんですが、いいところで。何ぐらいが？400-500グラム。400-500グラム。はい。いやー、どれぐらいやろ。だいたい、まあ、これの間です。これがだいたい。これ大きい方ですよね、今。だいたい、これは。これで400です。ああ、そうなんですか。570。50センチはありますよね。うん、はい。はい、それから外に行きますと、ハマグリが、これが私の買います。桑名のハマグリ、はい、ハマグリといえば桑名のハマグリ。それから大きなタコ、明石のタコありますけども、タコは明石一番ですね。本当ですね。全然違いますね。はい。はい、これはお家で湯がくっていう感じですか。そう、湯がいてもらうっていう。その湯がい方をちゃんと教えますし。そうですか。はい、あれでおいくらぐらいでしょう。足1本とか耐えるんですか。日本単位で8本です。そうですか。はい、わ、はい、かりました。それから淡路産のキスとか、はい、それから長崎のヤリイカ、美味しいものがいっぱいのお店なんですが、わ、はい、からないことがあったら、あのご主人とか、それからお店の奥でこう包丁を振る。息子です。あ、そうですか。はい、こんにちは。よろしくお願いします。それからお店の、おじさん。はい、いろいろお尋ねしたらいいですね。はい、どうぞ。ありがとうございました。はい。